フリップグリップのスティッカーがさらに便利になったので紹介します。新しくリアクションズのところに吹き出しが追加されました。こんな感じで使います。これ大きさを変えたり回転させることでさらに使いやすくなりますね。まあ、ここに文字を入れることもできます。こんな感じですね。動画よりもセルフィーの方にうまく使えるんじゃないかなと思っています。でさらに便利なのがこのスティッカーね、一度使ったものがここに登録されるんです。一度使ったものが一番上に来ます。何度も使うようなスティッカーは上に表示されて使いやすくなりました。ちょっとしたアップデートなのですが、より動画投稿が楽しくなると思います。ぜひ試してみてください。